宋文集、日本人を侮辱し大炎上。先日、宋さんがツイッターにて、中国製のワクチンはいらないとの主張に対して、このような暴言を吐いてしまいました。まあ、こちら、発狂しながら書き殴られた文章のようでございますが、明らかに日本人に対する差別発言になってしまっております。まあ、こういった中国製ワクチンの問題については、まあ、そもそも臨床試験、試験が 完了しとらず、効果も副反応も確定しておりません。まあ、その結果、香港において3割以上の方々がワクチンの接種を拒否しております。また、暫定的な数値を見ても、ワクチンとして認められるギリギリの効果しかなく、ファイザー製のワクチンと比べますと、半分程度の効果しかございません。また、当然日本においては、 承認されておらず、中国製のワクチンを接種しても、ワクチンを接種していないのと同じ扱いになりますので、今、この中国製のワクチンを接種する意味がありません。そういったワクチンが世界中にばらまかれてしまいますと、新たな公衆衛生上の脅威にもなり得ますが、 現状、こういった中国製のワクチン、先進国が問題視しており、中国製のワクチンを導入している地域に対して、まともなファイザー製などのワクチンを提供し、利益度外視で中国製のワクチンを駆逐しようと対策を講じ始めておりますので、ぜひとも総んには、 このの中国製のワクチン、世界から排除しようと複数の国が動き始めているという事実についても受け入れていただきまずは最低限中国製のワクチンの臨床試験が治験が完了するまで、まあ、こういった話題については慎重に言葉を選んで 発言していただくようにお願いいたします。以上になります。ご静聴いただきありがとうございました。